10アンペア型エンジンは、東洋工業が開発、製造した初めての量産用、直列2ローターのガソリンエンジンである。1967年にマツダゴスモのエンジンとして搭載された。10A という名称は、総排気量の 982cc を 1000cc と、みなしての10と1番目に開発されたことから、A を合わせ取った言葉である。 13A を除くマツダのロータリーエンジンはすべてこの 10A のローター半径と変身量を踏襲している。1967年のコスモスポーツに搭載されたロータリーエンジンの概要を下記に記す。以降の RE はこの概要に対して改良を加えていった。RE も生産性向上、低速トルクの改善、排気ガス対策等の要請を受け、基本構成に対して 夏季の改善、改良を行った。レース用の重映は、国際自動車連盟規定により、排気量換算係数2がかけられ、排気量 2000cc のエンジンとして、ヨーロッパの耐久レースに参戦して、RE の耐久性を世間に訴求することを、目的として開発が進められた。後年日本国内レースにも参戦し、スカイライン GT-R に挑戦した。耐久レースとしては、 ツーリングカーの世界選手権に参戦することで RE のみならず松田社としての優秀性をアピールした。松田は RE の耐久性を訴求するために海外特にヨーロッパの耐久レースをメインにレース活動を続けていた。そのため国内レースにはほとんど参戦しなかった。当時はヨーロッパの情報はなかなか日本には伝わってこなかった。そのため日本では ヨーロッパでの RE の活躍を知っている人間は限定されていた。口の悪い人間は国内では勝てないから国内レースに参戦せずに海外のレースにしか参戦しないと言われるようになった。そのため松田は国内レースにも参戦して RE の優秀性を訴求するように方針変更を行った。10A の諸言を以下の表に示す。ありがとうございます。